独立行政法人日本学術振興会です。日本学術振興会では研究者の国際交流を支援する事業を実施しています。その中に若手研究者の海外派遣を支援するプログラムがあります。今回は海外派遣に関する4つの事業を簡単にご紹介します。1つ目は海外特別研究員です。博士の学位を取得してから5年未満の若手研究者に最大2年間海外で研究するための資金を援助します。対象者や採用期間、支給経費はこちらの表の通りです。このプログラムに応募できる方は、博士の学位取得後5年未満、大学等研究機関の任期の定めのない常勤研究職の職歴が通算5年未満などの条件を満たした方となります。採用期間は2年間です。支給経費は往復航空賃と滞在費、研究活動費です。滞在費、研究活動費は派遣国によって年間450万円から620万円となっています。このプログラムに採用された研究者の経験談をウェブサイトで紹介しています。海外特別研究員になったことでどのようなことを得て何が変わったかについて、これから研究者を目指す方へのエールとなるインタビューを掲載していますので、ぜひご参照ください。ウェブサイトのアドレスはご覧の通りです。2つ目は海外特別研究員 RRA です。こちらは出産や育児、介護などのライフイベントで研究を中断した若手研究者に海外で研究するための資金を援助するプログラムです。対象者や採用期間、支給経費はこちらの表の通りです。海外特別研究員と同じですが、ライフイベントによる研究中断等の期間が通算90日以上あるものという条件が加わっています。また学位取得後の期間を5年未満から10年未満に緩和しています。子どもを同伴する場合には、子どもの往復航空賃と子ども1人につき滞在費、研究活動費の 10% 相当の子ども手当が支給されます。3つ目は若手研究者海外挑戦プログラムです。このプログラムは3ヶ月から1年程度海外で研究してみたい博士後期課程の大学院生を支援するものです。対象者や採用期間、支給経費はこちらの表の通りです。採用年度の4月1日現在で我が国の大学院博士後期課程に在籍するもので、連続して3ヶ月以上研究のために海外に滞在した経験がないことが条件となります。支援期間は3ヶ月から1年です。採用年度の4月1日から翌年3月31日の間に派遣を開始します。支給経費は往復航空賃、滞在費および研究活動費です。研究活動費はいわゆるベンチフィーに限定しています。このプログラムでこれから海外に派遣予定の方、または申請を検討している方に向けて、採用経験者の体験談をウェブサイトで紹介しています。ウェブサイトのアドレスはご覧の通りです。なお個人の経験に基づいたものですので、ビザの取得など渡航に必要な手続きについては派遣される国の大使館などにお問い合わせください。最後に、日本学術振興会の特別研究員を対象とした海外渡航支援についてご紹介します。特別研究員は採用期間の3分の2まで海外で研究を行うことができます。そこで日本学術振興会では海外の学術振興機関との連携により、次のような支援を行っています。1つ目は欧州研究会議 ERC との協力による特別研究員の海外渡航支援事業です。特別研究員の採用期間中に渡航することが申請資格となっています。受け入れ研究者の要件は ERC からの助成金を受給していて、日本人若手研究者の受け入れを希望する研究者です。派遣時期については、受け入れ研究者と調整の上、募集年度中に渡航を開始してください。なお派遣期間は特別研究員の採用期間内に収まるようにしてください。支給経費については、
受け入れ研究者の獲得している ERC 助成金からの支援を受けられることになります。詳しくはそれぞれの派遣先にご確認ください。もう一つは若手研究者交流事業です。スイスの対応機関と連携し、若手研究者の海外渡航を支援しています。こちらも特別研究員の採用期間中に渡航することが申請資格となっています。受け入れ研究者の条件は、スイス国内の大学、公的研究機関に所属する常勤の研究者であることです。ただし、欧州原子核研究機構、セルンは含みません。また、民間の研究機関は対象となりませんので、ご注意ください。派遣開始時期は、採用年度の10月1日から3月31日の間で、派遣期間は3ヶ月から6ヶ月間です。往復航空賃と滞在費がスイス連邦工科大学チューリッヒ校から支給されます。ここまでご紹介した事業の公募スケジュール、そして申請・採用状況は次の通りです。ご紹介した各事業の情報については変更の可能性がありますので、最新の情報はウェブサイトにてご確認ください。日本学術振興会は、海外で研究する若手研究者を応援します。ぜひ申請をご検討ください。